ジョナス・ブラザーズはアメリカ合衆国ニュージャージー州出身のポップロックバンド。長男のケビン、次男のジョー、三男のニックの三兄弟からなる。父親からはイタリア、ドイツの血を、母親からはアイルランド、チェロキー族の血を弾いている。デビューアルバム、イッツ・アバート・タイムは脚光を浴びることはなかったが、セカンドアルバム、ジョナス・ブラザーズはビルボードで、 初登場5位に入るヒットとなった。デビューは2005年12月。ポップグループに関心があるとは思えないレベル、コロンビアレコードからのデビューだった。その理由は、当初は三男のニックだけの契約で、それもクリスチャンミュージックを歌う11歳の少年に魅力を感じたからである。ニックはソロシングル2枚をリリースしたが、アルバム制作のタイミングで、 兄弟3人が作った曲が認められ、グループとして活動することが決まった。サウンドオブ・ジョナスを経て、ジョナス・ブラザーズとなってからは、よりロック色を強めたサウンドに変わっていった。2013年に入ると、メンバー同士の喧嘩が激しくなり、予定されていたツアーも中止。そして10月29日、ジョナス・ブラザーズは、正式に解散すると発表した。 2019年3月1日にバンドは再結成の発表とともに新曲サッカーをリリース。合わせて公開されたミュージックビデオは英国王室が所有していた時期もあり映画女王陛下のお気に入りの撮影でも使用された中世のカントリーハウスハットフィールドハウスで撮影され3日間で4000万回再生を記録バンドメンバーの妻、婚約者も出演している。 同曲は全米シングルチャート初登場1位を記録し、ジョナスブラザーズにとって初めての1位に。また、グループとして初登場1位獲得は、今回で史上2組目で1998年のエアロスミスの I don't want to miss エーシング以来の記録。ポールケビン・ジョナス 2- ニュージャージ t ティネック生まれ。身長 175cm。右利き。 ギター、バックグランドボーカル担当。好きな食べ物は寿司。あだ名は K2。作曲の際は彼の案がよく採用されるそう。3人の中では最初にギターを始めた。2009年、元美容師の彼女、ダニエル・デリーサと結婚した。ニュージャージー州で建築会社を経営している、ジョセフ・アダム・ジョナス。マイナス、アリゾナ・カーサ・グランデ生まれ。 身長171センチメートル。右利き。リードボーカル、ギター、キーボード、タンバリン担当。本当はコメディアンになるのが夢だった。あだ名はデンジャー。ケビン曰く音楽のためにはどんなことでもする。はちゃめちゃだからとのこと。三人の中では一番目出しなみに気を使い、いつも準備に時間がかかるそう。過去に、アリーアージのアージと、テイラー・スウィフト、カミイラ。 ベル、デミ・ロバートと付き合っていた。トワイライトシリーズに出演している、アシュリー・グリーンと付き合っていたが破局。キャンプロック、キャンプロックにファイナルジャムのシェーに役。2019年、女優のソフィー・ターナーと結婚。ニコラス・ジェリー・ジョナス。マイナス、テキサス・ダラス生まれ。身長170センチメートル。右利き。ボーカル、ギター、ベース、ドラム、キーボード。 ピアノ担当。あだ名はミスタープレジデント。このあだ名は3人の中で一番冷静。しっかりしていて実力があるためについた。2007年10月のイベントで自分が愛型糖尿病であることを告白した。これをきっかけに糖尿病の子供たちを支援する活動に積極的に参加する。ブロードウェイで子役の経験がある。マイリー・サイラス。 セレーナ・ゴメスの元恋人。2018年12月、ボリウッド女優のプリアンカー・チョープラーと結婚。アルバム再結成シングル本拠地のアメリカ合衆国においては、ジョナス・ブラザーズのファンの少女たちを指す、ジョナス・ファンガールという俗称が生まれている。ありがとうございます。